皆さんちゃお、ゆっくりヨウム様だよ。小公主、マリサちゃんなんだぜ。楽園の魔女、ヨウムちゃんだよ。今日は、以前遊んだコースの続きを YouTube のコメント欄にいただいたのでやっていくよ。この3、捕まったマリオ。なお、このコースはずっと音楽がなかったので、裏で BGM を流させていただきます。ボム兵さんが上から落ちてきて道を開けてくれたけど、この先どうすればいいのかな。どこかで鍵を手に入れないと、そこの扉からは進めないもんな。多分だけど、右の部屋と今いる部屋が左右対称になってるんじゃないのかな。なるほどなるほど。じゃあ今いる部屋には2つの孔明さんがあるっていうことだね。なんて話してる間に、2回もダメージを食らう霊夢。まあいつものことだな。安心と信頼の霊夢ちゃんクオリティでしょ。いつどこでこのシリーズの動画を見ていただいても、グダグダ下手くそプレイは変わらないので、ご安心くださいね。鍵はあったけど、この辺にもう1個隠しブロックがあると思うんだけどな。どうやら今は取れないみたいだね。とりあえず、先に進んでみます。それでは、行ってきます。ハンカチとちり紙忘れないでね。おやつは300円までなんだぜ。いや、私今捕まってるところから脱出するところなんだからね。お小遣いなんて持ってないよ。ここはスタート地点の右側の部屋だな。お、ハテナブロックの中には葉っぱがあったよ。ここはもう他にできることはなさそうかな。早く戻れよ。あ、はい、ごめんなさい。新しく手に入れた葉っぱで行けるところが増えてないか、探索中です。うん、怪しいとは思ってたけど、ここの一番右のブロックは壊せるみたいだね。ってことは、この上の方に進んでいくのが正解っていうことだよな。でも、飛ぶための助走距離もないし、パウブロックを足場にしても、もう届かなくない？ということは、まだ他の部屋に何か手がかりがあるのかな。そういえばここの土管にはまだ入ってなかったな。中間ポイントあったけど、進めないみたいだね。はい、ようやく思い出しましたよ。最初の部屋の隠しブロック、もう完全に頭の中から抜け落ちてたな。こっちの孔明さんの中身は、立てばいいんだね。この立てばいいと、パウブロックを重ねて使えば、さっきのブロックのところも進めそうだね。またフだったので、何かわかるまでカット。なるほど、空中バネジャンをして上の方にあったフタに捕まればよかったんだね。これも、捕らえたマリオを逃がさないための仕掛けなのか。結構な脱獄者はここで苦戦しそうな気がするな。ようやくの中間ポイント、ここまで来るだけでかなり時間使っちゃったよ。謎解きっぽい感じになっててかなり苦戦したね。でもお前、脱出ゲームとか好きなんじゃなかったか。うん、渋谷にある脱出ゲームの本拠地がうちから自転車で行ける距離にあるし、時々遊びに行ってるよ。ちなみに今度うつ主は、謎解き街歩きゲーム、地下謎への招待状2016っていうのを遊んできます。東京メトロを使って、東京の至る所に散りばめられた謎を解いていくっていうゲームなんだぜ。去年も参加したんだけど、今年のはもう少し難しいといいなぁ。そしてこの部屋は、ノコギリだらけだね。この先にどんな仕掛けがあるかわからないから、できるだけ大きい状態のまま行きたいところだな。水中ステージって数が少ないから、操作も結構苦手です。ここのドッスン横3列に並んでるけど、こんなのダメージ食らわないで抜けられるのか。ダメだったね。とりあえずこのままゴリ押しで進んでみるよ。赤コインを取るためにはノーダメで来ないといけなかったんだな。あ、フラワーがあったよ。これで赤コインも取れるんじゃない。あ、孔明さんでしたか。そうですか。まったく、いやらしい作りだね。仕方ないから扉に入って進んでみるんだぜ。なんでこりゃ。ものすごい数の魚の骨が左右から落としてきてるんだぜ。下に P スイッチの扉があるから、スイッチが押されるまで耐えればいいのかな。そうだとは思うけど、これ初見じゃ無理でしょ。しびれクラゲや、ドアの下にあるノコギリにも気をつけるんだぜ。カットしたけど、地味にドアに入るのに2回失敗しています。ここで2
つ目の中間ポイント。どうやらそう簡単にはマリオを脱獄させてくれる気はないようですな。まあ、簡単に逃げられちゃうような施設じゃ困るからな。でも、警察に捕まっても、警察官が居眠りしてる間に逃げられるっていうのがこの間証明されたよね。まったく、とんでもない集体だったな。今度のエリアは、高速コンベアの動きに逆らって進んでいくエリアだね。早い方のコンベアだと、ジャンプするタイミングとか、結構難しいんだよね。霊夢が下手くそすぎるっていうことを除いても、確かに難しそうだよな。あ、なんか下のルートもあったみたいだよ。もしかして、下の方はトゲに当たらないように飛んでいく感じだったのかな。違う土管で進んでいくみたいだし、多分そうなんだろうな。あっちの土管だと、赤コインのある方に出られたみたいだね。もうさっきの海のところの赤コインも取れてないし、このまま進んでみることにします。はい、進めませんでした。リンズテレサの動きをよく見て、一瞬の隙をついて進んでいくんだぜ。今です。お、珍しくうまくいったね。やっぱりここで鍵付きのドアがあるんだな。正直私たちには似た思うので、このままゴールさせていただきます。マリサ、このコースはどうだった？そうだな、赤コインを集めようとするとかなりきつそうだけど、普通にゴールさせてくれる優しさもあって助かったんだぜ。では、今日はこの辺で終わります。